ATI Technologies, ATI Technologies, ATI Technologies はかつて存在したカナダの半導体設計会社である。2006年にアドバンストマイクロで買いせずに買収され、以後は同社のグラフィックコントローラーのブランド名として提供が行われていたが、2010年のブランド統合により、ATI ブランドは消滅した。1985年に、 中国出身の南国園、ホークオックユエン、ホークワックユエンらによって設立され、ビデオカードのラデオンシリーズを開発していることで知られる。設立当時は、経営状態を左右してしまうようなリスクの大きな高性能な製品の開発には、消極的で低価格ではあるものの堅実な製品、マッハシリーズを開発、半導体単体での販売はせずに、半製品にまで仕立てて、 アセンブリメーカーに対して販売していた。1990年代中期には、ビデオ市場に多数のメーカーが参入し、老舗の ATI も数あるメーカーの中の一つとして認識されていた。90年代後半にはうなぎ登りになる開発費に見合う販売ができないシーラロジックや 3DFX など競合メーカーが次々撤退していく中、0時シリーズで着実な販売をし、 それに続くラデオンシリーズのヒットにより、インテル、エヌビディアに続く、ビデオチップメーカーの巨頭となる。ゲーム機であるニンテンドーゲームキューブのビデオチップを開発した ARX を買収している。チップセット市場にも参入したが、その構成部品の品質が思うように向上せず、エヌビディアの後陣を廃していた。その後、AMD が ATI を、 総額54億ドルで買収することを、米国時間の2006年7月24日に明らかにし、2006年10月25日に買収の完了を発表した。これにより AMD は ATI とインテルの間で交わされたクロスライセンス契約を取得した。これにより ATI は AMD と競合しているインテル用プラットフォームへの部品供給としての道はなくなり、 a m d のプラットフォーム専用に構成部品を供給する AMD の一部門となった。ちなみに ATI は買収されるまで基本的にインテルよりだと思われていたこともあり、インテルの反応を見てもこの買収劇が一部の人間を除いてかなり意外なものだったことがわかる。ライバルの NVIDIA 社とは 3D 機能で熾烈な性能争いを繰り広げており、得意不得意な使用シーンにより、 一概に、どちらが優れていると、評価できないほど実力は喫光している。ドライバの更新頻度は NVIDIA より遅いと言われている。一方で、画質や発色等が NVIDIA 製よりも良いと言われることも多く、また動画再生支援技術の点では、昔から力を入れていることもあり、NVIDIA よりも強いとされている。他にも安定性より、先進性などを重視した作りになっている。 GPU 製造プロセスにおいて、業界初の55ナノメートル、40ナノメートルプロセスを導入、最新メモリ規格である GDD-R4 や GDD-R5 を搭載するグラフィックボードを世界で初めてリリースしたのも ATI である。コストパフォーマンスの高さから自作パソコンユーザーから指示を受け、販売実績を伸ばしている。 画像処理に高い水準を求めるグラフィックデザイナー、HTPC 環境などを構築するユーザーにも根強い人気がある。伝統的に大手 PC ベンダーへの大量供給に強く、デル、ヒューレットパッカード、エー e ー、レノボ、NEC、ソニー、富士通、エプソンダイレクト製 PC にも搭載されている。特に部と CTO 販売を中心とするデル。 ヒューレットパッカード、エプソンダイレクトのデスクトップパソコン、ノートパソコンでは各ラインナップで採用されており、標準搭載されているかカスタマイズによって、ラデオンを選択できる。マッキントッシュでは、すべての機種に、ATI のビデオチップが搭載されていたが、2001年以降は、NVIDIA 製品も採用しているほか、インテルマックでは、チップセットの内蔵グラフィックスエンジンを採用している、種もある。 AMD との合併後は、AMD プロセッサ搭載パソコンのチップセット内蔵グラフィックスとして、Radeon 4000シリーズなどが用いられている。他、ノートパソコンのディスクリートグラフィックとして搭載されるケースが多く、2009年第2四半期時点のノート PC 向け単体 GPU 製品の出荷数のシェアは NVIDIA を上回るとされる。マイクロソフトは、 Xbox 360の GPU に ATI の製品を採用した。また、任天堂も Wii に ATI 開発のシステム LSI を使用している。他に、HPC 業界向けの Firestream を ATI Stream SDK とセット販売している。他、ES100 などのサーバー向け内蔵グラフィックスがテルや、キューレットパッカード、IBM。 NEC などのサーバー製品全般に搭載されており、広いシェアを持っている。ATI には過去に買収した QARX がリート共同開発したアラダン7というグラフィック統合チップセットがあったが、ラデオングラフィック製品の成功以降、グラフィック機能内蔵のチップセットの開発も行っている。ラデオンイグップエクスプレスシリーズは、 pc ベンダーにも広く採用された。しかし ,ATI テクノロジーズ社時代に発表した製品は、サウスブリッジに問題を抱えていることが多く、過去には、ビアやリーのサウスブリッジで代用するマザーボードベンダーも多かった。AMD との合併により、ATI チームの開発するチップセットは、AMD プラットフォームの純正チップセットという位置づけとなり、 インテルプラットフォーム向けの製品開発は終了した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。